京阪260型電車は、かつて京阪電気鉄道が所有していた電車の位置形式。京都府、滋賀県に路線網を有する大津線系統で使用された。第二次世界大戦前に製造された旧型電車が使用されていた大津線の近代化を図るため、木造、半高性電車の200型の機器や台車を流用する。 形で1957年から1968年にかけて26両が製造された。全長14.9メートル級、両側面に2カ所設置された上高扉、貫通扉付きの前面3枚窓という、車体形状は以降、大津線に導入された、高床式電車の標準型となった。また、京神線の急行、準急用に投入されたため、 製造当時の塗装は上半分と屋根がマンダリンオレンジ、下半分がカーマインレッドの軽半特急色であったが、屋根については当時の軽半特急車両と同様に1960年代中頃より後半にかけて灰色塗装に改められている。全車とも急勾配を有する軽新線での使用を前提としているため、制動装置に発電ブレーキを備えていた。 電気制動を常用していたため、制動時にも釣りがかり駆動音が発生していた。製造当初の終電装置はポールを用いた。主電動機は200型から流用した、デッカー及び東洋電気製造製の直流直巻電動機である QC 型が廃車まで用いられた。製造は4時にわたって行われ、以下のような際があった。1957年の営業運転開始以降、 260型は、機器の交換、方向転換、塗装変更などいくたもの改造、変更が行われた。製造当初、260型の機器類はすべて、流用元の200型のものを使用していたが、1次車から3次車の制御装置や制動装置に関しては1965年に、大津線の機器統一を図るため、制御装置が、それまでの電空カ無軸制御方式から、 電動カム軸制御方式に、制動装置が発電ブレーキ併用空気ブレーキから発電ブレーキ併用非常直通ブレーキに変更された。その後製造された4次車に関しては製造当初からこの仕様であった。1970年8月には大津線の終電装置がポールからパンタグラフに変更され、260型にも ポールに代わり東洋電気製造製の PT-4303A 型パンタグラフが1台設置された。それに合わせて、運転台側の先頭窓が2段式になったほか、大津線の全列車が2両編成になったことにより261から269が型運転台化された。また、同年には267の台車が MCB-2X 型に交換された。 1979年から1981年にかけて281から286は500型に改造されたが、その際に年出したボールドウィン製台車は261から266へ転用された。これにより、京阪電気鉄道創業時から使用されていた 27E-1 系台車を使用する旅客用車両は消滅した。 後日する1981年の方向転換後、両運転台で残っていた270から273も、翌1982年に、片運転台に改造され、全車ともに両固定編成で運行されるようになった。そのため、連結面の連結機が、棒連結機に改造された。また、同年以降は261から272、対して、全消灯の改造。 正面運転台窓枠のエッジホーム化、貫通ホロの撤去、貫通扉下部の通風口の設置などの工事が施された。京神線と石山坂本線が接続する浜、大津駅は、両線の直通列車のスイッチバック解消を、はじめとした運用上の不便の解消。浜大津交差点の混雑感は、市街地整備などの目的から1981年4月12日に、 移設された。しかし、それによって、京進線と石山坂本線では、車両の向きが逆になり、両線を直通する場合連結や、編成の組み替えができないことが予想された。そこで、同年6月18日までに、西木り工場に仮設されたターンテーブルを用いて、方向転換が実施され、260型についても一部車両が対象となった。 281から286の車体を用いた改造車である500型は、京神線の優等列車用にも使用される車両ながら、塗装は上半分がは格差色、下半分が青緑色という一般色であった。これに合わせて260型についても1985年以降同様の塗装への変更が行われ、大津線から特急色は一時姿を消した。 軽心千部分廃止に合わせ専用のヘッドマークや装飾が施された260軽前術の通り281から286は1979年から1981年に500型と改造され両開き扉を有していた二次車、三次車についても大津線発の冷房車となった600型車体を供出するため廃車となった。そのため、 600系の導入が完了した1988年以降残存したのは片開き扉を有していた一時車7両と両開き扉の4時車1両で2両編成4本が組まれた。その後もこれらの車両は大津線全線で使用されたが、冷房化の進展により1993年以降は朝夕のラッシュ時を中心とした運用となり、 1997年10月12日の、京神線部分廃止及び、大津線全線の直流線5 0 0 v への昇圧に、伴い全車廃車となった。そのうち、トップナンバーである261-262編成には、廃止区間のさよなら、運転用のヘッドマークや装飾が施された。形式消滅後、261と262の、ボールドウィン製代車は、 アメリカのシーショアートロリー博物館にへ無症状とされ、所有車両の胴体復元に用いられている。ありがとうございます。